さらにもう一つ重要なことが分かります。肉体的にはもちろんですが、精神的な意味でも自然環境にうまく溶け込めるかどうかが分かります。ただうまく身を隠すだけではダメです。狙撃兵に欠かせないのがギリースーツです。ギリースーツとは、上着に小さな布切れなどをたくさん縫い付けたもので、そこに枯れ草などを差し込んで体の輪郭を分かりにくくします。海兵隊の場合は手作りが原則で、外で買うことなど許されません。材料から何から必要なものは自分で調達して作るのです。ボロ布の服に枯れ草の帽子、頭から飛び出す小枝、これでもギリースーツは軍が認める劣気とした軍服です。ただし考案したのは兵士ではありませんでした。